どうも、ロードシルクチャンネルこそシルクロードの個人チャンネルでございます。本日の動画はですね、絶版ボックス開封ポケモンカードです。しかも今回めちゃくちゃレアなボックス開けます。こちらです。光る伝説ですね。ミュウの色違いがいます。こちらめちゃくちゃレアなボックスになってます。必ず1枚キラカードと書いてありますね。6枚入り。このボックス、なんとですね、今20万円ぐらいします。1ボックスで。これね、昔買ってね、ずーっと家に置いておいたものです。これをようやく開けれると。僕が買った時はね、もちろんそんな高い時じゃなかったですね。うわ、セレビ色違い。こちらにはね、うわー、ピカチュウがど真ん中いますけど、1パック6枚入りの20パック入りと。このボックスマジでいろんなね、いいカードが入ってます。汎用カードが入ってるのがまずいいところ。そしてですね、ここからもしミュウツーのスペシャルアート引いたもんならもうすごい。何十万とかするやつじゃないんですけど、 PSA10 だったら結構ね、いくと思うんだけどね、まあ、6万以上するんじゃないかな。今どのぐらい価値あるんだろうな。ミュウツーの映画見た人ならね、多分わかると思うんですけど、あの培養液みたいなところにね、こうやって使ってるミュウツーがここから出るんですよ、スペシャルアートで。それ引いたらめちゃくちゃレアです。しかもまだあって、光るポケモンってのが入ってるんですよ。光る伝説ポケモンが、ボルケニオンだったり、それこそあのジラーチだったり、セレビも入ってたかな。アルセウスだったり、ルギアとかもいますね。ミュウツーの、まあ、まずね、あの SR だったりスペシャルアート、それが出たらまずかなりいい。 HR でもいいね。トレーナーで言ってもポケモンブリーダーかながいるね。ここでは光るポケモンもアルセウス、ルギアあたりかな、あとレッグーザとか、その辺だったら1万円を越してくるようなね、カードです。それがなんとドーンとこの中に入ってます。汎用もいて、SR 以上のレアの、まあ、かなり高価なものも入ってて、しかも光るポケモンも入ってるっていう、めちゃめちゃ見どころの多いね、ボックスになってます。それを今回豪快に開封したいと思いますので、早速やっていきましょうということで。それでは、ワンボックス開封します。うわ、これ開けちゃうのかちょっともったいないけど。いや、でもね、やっぱり夢を見させなきゃ。ここからいいカードを引くっていう夢、見させます。いきましょう。ロードシルクはね、絶版ボックスは開封していくって決めてるんで、まあ、欲しいカードがあればね、よっぽど欲しいカードがあったら絶対に、開けてきます。この中にはですね、俺欲しいからちゃんとあるんでね、そのミュウツーの、スペシャルアートはめっちゃ欲しいです。シュリンクね、開けますよ。はい、これで未開封じゃなくなりました。はい、よいしょよいしょ。はい、開けました。うわー、すげー。開封。はい、うわー、光るポケモンを発見せよ。こんなのなかなか見れるもんじゃないですよ。これは俺も嬉しいな、見れて。うわ、入ってましたね。これね、カードリスト、ここ光るレッグーザ、光るルギア、光るアルセウス、この辺めちゃくちゃいい値段しますね。ハイパーボール、ポケモン入れ替え、ポケモンキャッチャー、この辺も入ってます。ポケモンブリーダーもね、入ってますね。この SR がかなり貴重。これ見て、あとリーリエ入ってんですよ。光るミュウもいいね。うん、欲しい。光るミュウも欲しいな。ミュウ、ミュウツー抜いたらでかい。さあ、緊張しますが開けていきましょう。よいしょー。パックにハサミ通すのめちゃくちゃ緊張するな。ここまで高価なね、ボックスをね、開封することもまあないんで。ロードシルクチャンネルではね、相当いろんな絶版ボックス開封してきてるんでね、ぜひともご覧ください。マジでいろんなね、やつ開けてますよ。ほんと数十万のあのボックスは何箱か開けてると思います。ぜひあのご覧ください。そんな僕でもちょっと緊張してます、今。ほんとにポケモンカードっていろんな楽しみ方あるよな。まあ、対戦もめちゃくちゃ楽しいけど、コレクションも楽しいし、この開封というのもね、また楽しみの一つだしね。それではワンボックス開封しました。うーわ、すっげー光ってる。なんじゃこりゃ。ちょ、どこにレアアークがいるのかわかんないな。よし、それでは見ていきましょう。ワンボックス開封しましたので見ましょうか。これで20万円のボックスの中身は一体どうなってるのか。それでは見ていきましょう。スタート。ワニの子、めっちゃイラスト可愛い。これワニの子、キノコ子、不思議花、いいっすね。昔のポケモン結構入ってる。マッギョ、ライコ、かっこいい。このライコ強そうだな。とどろく雷鳴30、自分とラッシュにある雷エネルギーを1枚ベンチポケモンですけど、これ強いな。普通になかなかやれるな、このライコ。ポケモン入れ替え、やったね。汎用カード、グッズ系結構欲しいな。ゾロア、あ、ゾロアクもいる、かわいい。ゾロアの、ゾロアクの中で寝てますね、かわいい。マイナン、アリゲイツ、これワニの子の進化っすね。ガオガエン、え、お前ベルトからそんな炎出んの、すごいね。パルキア、パルキア出ました。ハウ、自分の山札を3枚引く、弱い。ニャビー、ズルック、マスキッパ、ズルズキン、
スーパー出ましたね、バンデットガード。このポケモン相手のポケモン GX、EX から技のダメージは効果を受けない。強っ、普通に強え、こいつワープエネルギープラスニャヒート、マルマイン、コータス、あ、レシラム、あ、ポケモンブリーダー。この SR が出たらね、かなりいいですよ。まあでもミュウツー狙いかな、俺は。ブイゼル、チョロネコ、メラルバ、アーボック、ケルディオ、いいっすね。スーパーポケモン回収、これどういう効果？コインを1回投げ、表なら自分のポケモン1匹とついてる全てのカードを手札に戻す。あー、やられそうなポケモン回収できるのね、強いな。ピカチュウ、かわいい、かわいいなこれ。ピカチュウ、虹かかってて、こっち振り向いてるピカチュウ、かわいいねこれね。ゴビット、ミカルゲ、キノガッサ、ゾロワーク、ゾロワーク GX、いいっすね。取引、自分の番に1回使える自分の手札を1枚取らせる、その後山札を2枚。あー強い、強いね。隠し札的なやつねこれ。まあでもエネルギーじゃなくてもいいのか、トラッシュするの強いな。ポケモンキャッチャー、お、汎用カードきた。ワニノコ、不思議だね、ビリリ玉、ゴルーグ、おお、ゼクロム、かっこいい。マーマネ、いいっすね。マーマネの SR もね結構高いよね。不思議そう、ニャビ、ルージュラ、レパルダス、ラティオス、かっこよ。水の都かこれは。あ、ラティアスいる、いいね。ラティオス、ハウ、アーボ、ハリーセン、ガオガエン、オーダイル、シェイミだ、技かわいい、パタパタ。自分の手札を全て山田に戻して切る、その後山札を6枚。あー、ドローソース。ダメージムーバー、自分の場のポケモン1匹に乗っているダメカを3個自分の別のポケモン1匹に乗せ替える。あー、1匹だけか。なんかね、適当にばらまけるんだったら強かったけど。ハリセン、ビリリ玉、ゾロア、ウルガモス、おわ、かっけー、ミュウツー GX、 ミュウツー GX ダブル R ですね。出ました、フルバースト。このポケモンについてるエネルギーの数かける30ダメージ、強いねこれは。超エネ1で打てんだ、強っ。超吸収、60ダメージ食らわしてこのポケモンの HP を30回復。おー、なかなか息が長いと。サイコブレイク GX200、 あ、これ強い、普通にダメージが高いっていうね。ポケモン入れ替え、いいっすね。ニャヒート、ワニノコ、そろそろ光るポケモン来るんじゃない。レパルダス、ルージュラ、はっ、光るセレビーだ、光るポケモン出ました、光るセレビー。おお、かわいい、おお、これテンション上がるな。光るポケモン、タイムリコール、このポケモンがいる限り自分の進化しているポケモン全員は進化前に持っていた技を全て使える。あ、使える、強っ。タイムリコール、いいっすね。おお、すげえ。時間を超えてあちこちさまよう、セレビーが姿を現した森は草木が生い茂る。森ってそもそも草木まあまあ生い茂ってね。まあでもいいか。光るセレビー、おお、色違い、赤ですね。この他にね、アルセウスとか、まあ、ミュウとかルギアとかいるんだけど、レックウザとかね、まあ、セレビーでしたね。アルセウスとかその辺をねちょっと欲してた部分があるんで、アルセウスね色違いだと金色なんですよ、めっちゃかっこいいの。金色のアルセウス欲しかったけど、まあしょうがねえな。 SR 枠入ってんのかなこれ、ちょっと気になってきた。どこに SR がいるかね全く判断つかないんだよねこれ。ダブル無色、不思議そう、メラルバ、マイナン、マスキッパ、ラティオス、ハウ、ブイゼル、コビット、ミカルゲ、アーボック、パルキア、ダメージムーバー、キノココ、焦りすぎてない、キノココ大丈夫、キノココプラスル、フローゼル、ズルズキン、マーシャドウ、破れかぶれ、ポケモンブリーダー、ゾロア、アリゲイツ、アーボ、ゴルーグ、ゼクロム、スーパーポケモン回収、ニャビー、チョロネコ、キノガッサ、コータス、イベルダル、いいですね、ワイ。お、エネルギー回収、最近ね、スーパーエネルギー回収があるから、これはあんま使わなそう。かわいい、不思議だね、キュルルン不思議だねですね。ニャヒート、マッキョ、オーダイル、マナフィーだ、深海の恵み、自分の番に1回使える、水エネルギーがついている自分のポケモン1匹の HP を20回復する。おー、強い。マーマネ、ピカチュウ、ズルック、メラルバ、マルマイン、次何、エンテイ GX、 エンテイが出ました、ほっけー。スーパーボール、ハリーセン、え、ちょっと待って、 SR いなくね、次か、ビリジオン、あれ SR、 あ、リーリエだ、びっくりした。リーリエが出ました、自分の手札が6枚になるように山札を引く、最初の自分の番で使ったなら8枚になるように引く。不思議そう、あれ、もしや SR いない、あ、光るポケモン2枚、光るボルケニオン入ってました、ほんでハイパーボールで終わった、光るボルケニオンが出てきた。 SR 枠はなかったね。うわ、ここちょっと光るアルセウスだったら嬉しかったけど。光るポケモン2枚出ました、光るボルケニオンと光るセレビ、光るポケモンが2枚出ました。必ず出るってわけではないのかね。いやー、ちょっと SRHR とかその辺出てほしかったな。この光る伝説がポケモンカードで史上初となるシールド戦が可能だったパックなんだね、初めて知った。このシールド戦のなんか大会の優勝者とかにロイヤルマスクが配られるんだ。
ロイヤルマスクっていうね SR があるんですけど、今あれ何百万とかすんじゃない？一時期そのぐらいしてた気がする。ロイヤルマスク、ここなんだね。ここの大会でのプロモカードなんだ。当たり枠はこの2枚ですね。今回光るセレビと光るボルケニオン。いやーちょっとあんまり当たりっぽくはねえな。まあでもね、この光るポケモンっていうのをちょっと直で見れて嬉しいかも。 SR 枠が入ってなかったか。そうかそうか。ロイヤルマスクってそもそも世界に100枚しかないんだね。あ、 SR 以上はあれなんだね、1から2箱に1枚入ってればいい方みたいな感じらしいです。だから必ずしも入ってるわけじゃないんだね。今と違うな。 HR 以降だと3から5箱に1枚なんだ。へえ、今と違っておもろいね。てな感じでですね、今回はこんな感じでございました。いや、まあシールド戦ができるからハイパーボールとかポケモン入れ替えとか、ポケモンキャッチャーとかが入ってるわけね。ということで、今回ね、まあ惜しくもというか、まあちょっとまあ外れの方ですね今回は。まあでも貴重なボックスを開けれてめちゃくちゃ嬉しいです。光る伝説、この時から初めてシールド戦ね、俺出たかったな。また貴重なボックスを開封できてとても嬉しく思っております。ということで、いかがだったでしょうか。今回の、ポケモンカード光る伝説の開封、大切にこの2枚はね、僕はコレクションしたいと思います。ということでね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。まだまだね、絶版ボックス開封やっていくと思うんで、ぜひともお願いします。ということで、それでは。